ホスホールとは分子式が C4H5P と表される有機リン化合物。ピロールの窒素がリンに置き換わった類塩体にあたる。ホスホール間を含む一連の誘導体も一般にホスホールと呼ばれる。理論面での興味だけではなく、繊維金属化合物における廃出種として、またより複雑な有機リン化合物への先具体として興味が持たれてきた化合物である。 ホスホールを含む、完縮合化合物では1953年、トリフェニルホスフィンとフェニルナトリウムとの反応により、B、フェニルジベンゾホスホールが得られることが、ゲオルク・ウィッティヒラによって報告された。その後、ホスホールを単管で持つ化合物の最初の例として、1959年に、ペンタフェニルホスホールを得たとする複数の報告がある。 そして親化合物である無知缶のホスホールは、1983年にピーアニオンのプロトン化により低温で調整され、反応性が調べられた。ホスホール誘導体を得る、通常の合成ルートでは、マコーマックの手法を利用する。そこではまず1、三次ンとジ,ジクロロホスフィンから、ジヒドロホスホール缶を作り、その後脱水素化により、ホスホール缶を得る。他、 ジルコナシクロペンタジエンとジクロロフェニルホスフィンから1フェニルマイナス1エイチ、ホスホールが得られる。ピロールやチオフェン、フランなど他の複素五因間化合物と異なり、ホスホールの方向属性は弱い。それは、リンの非共有電子体が炭素のパイ電子系と協約しにくいためである。例えば、ホスホールは電子不足なアルキンとディールスアルダー反応を起こすなど、 自炎性を示す、ありがとうございます。